はい、こんにちは。今回は168番ですね。イニシャル D ですね。これですね。ちょっと漢字がね、読めないところがあるんでね、申し訳ないんですけども。まあ、イニシャル D の、ね、高橋兄弟のお兄さんのですね、FC3S の RX7 ということでね。ではね、ついに私買ってきましたよ。イニシャル D は時期人気がプレミアムがついたりなんかして人気がすごいことなので、今のうち買っといた方がいいですよ。これね、こういうのはね、今のうち買っとかないとさ、後になって買えばいいやなと思ってたらさ、とんでもないことになってね、後になって買おうと思ったらね、もう手に入らなくなっちゃうんですよね。でこれは高橋涼介が乗っている、ものですね。で、もうこの車もね、もうイニシャル D もほら、ね、この車種が全体的に見ても随分ともう年月が経過してるから、まだ人気は人気なんだけど、なかなかもうちょっとなんていうんですかね、台数的にあんまり今手に入りにくくなってるかなっていう感じが、しますね。もうまあほら、もう中古になるじゃないですか、現実的には。そうするともうほとんど手に入りにくいんですよね。もうだから何て言うんだろう、今のほら21、22、20代前半の人とか、もう高校生とかさ、もうね、小学生とか、もうその時代まで行くと、もう正直言って今こういう車は手に入れるのが現実的で考えたらかなり厳しくなってくるだろうなというのはありますけどね。大体でも大体こういう車って大体走り屋系に改造されてるんだよね。まあ走り屋にしてしまうのもまあいいんだけど、あえてノーマルのままっていうのもまたそれもそれで面白みがあっていいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。まあそんなに峠行ってね、このアニメではブン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 ものすごい勢いで吹っ飛ばしてるけど、実際峠でそんなに忙しててはいけませんからね。警察で来たら一発ですよ。一発免停ですからね。実際のところではあまりやらないようにと思いますけどね。ただ、まあ、ね、実際にあるところがこうね、ありまして、群馬のところがね、まあ舞台になって、まあそこが聖地になっててね、まあ、地元の人も、ファンの人も、賑わってるわけで、私、ニジャルデイも好きでね、まあ、覚醒だったけど今ですね、それ以外はさ、ほとんど全部見ましたね。いやー面白かったんだけどね。で必ず高橋のあの兄ね、圭介の兄、弟の方のね、あれがすごいよ。もう怒りっぽくてさ、もう敵視するんだよね。で一時ね、匠に対して敵視するような感じになってさ、なんでそんなにムキになってるんですかっていう、すごいムキになるね。あそこまで武器にならなくてもいいじゃないかというのでね、まあそれだけやっぱり熱血が強いんですよ、熱がね。でこれは高橋ね、涼介っつって、まあさっきも言ったんですけど、お兄さんの方でね。で、まあお兄さんの方はね、仕掛け的におとなしい人なんですよ。お兄さんはおとなしいんだけど、ただこの人、このお兄さんはね、あれですよ、結構ね早いんだね。結構お兄さんもお兄さんでね、もう車との鍛えててね、で一時そのレーシングカーでね、レースカーで活躍してたんですよ。で結構優勝をしてたりなんかしてて、結構流し出てたんですね。でそれでまあ言ってみればもうお金持ちなのよ、この兄弟で。それでそこから、まあ、なんでだか知らないけど、まあ、峠で走り始めるっていうことを決めてね。でそれで、せっかくレースまで行ったのにっていうんだけど、そこからこう峠の方にね、峠の走り合いと、なってきたんですよね。せっかくレースのね実績があるのにね、せっかくレースでの実績があるんですから、そのままレースで突っ走っていけばいいと思うんだけど、ただまあレースだとつまんねえっていうのはね、要するにこれはなんつうの、一般道のその感覚がないからつまらないって確かそんなこと言ってたな。でそれで
何陶芸の方がいいやっていうなんですよね。まあなかなかそういうわけでねありますけども、本当今ねイニシャル D の車はねもうね買いたいなと思ってもなかなか実車がねなかなか買いにくい時代になってきてるから、そうすると今度はあれでしょ、うん、ミニカーとして買おうと思うとミニカーとしてやっぱりね指令してますからね実車と。でそうすると人気があるからなかなかね手に入りにくいような状況になって、だから買うなら今ですよ、もう買うなら いつ買うんですか、今でしょみたいなね、もう買うなら今しかないですよ、もう後になって買いましょうなんて言ってね、ネットで探そうとかさお店に行って行ったら、あもう売り切れですみたいな、いつ手に入るんですかって分かりませんみたいなね、もうそうなったら悲惨ですからね。んでまあこれはね非常に買ってみるとねなかなか一緒、これドア開くんだね、ほらこれドア開くんですよね、これはドアが開くのにね弟の方のやつはねドアが開かないんですよ、これはドアが開くんですけどなんででしょうかね。まあこういう風になってましてね、あーボンネットまでこうねダッシュボードまでこう再現されるようになりましたね。昔通常のトミカでこのねやつが好きだったんですよ、こうね何 FC がね、ところがこの FC が好きだったんだけどねちょっとそれはまたキャリアカーのねなんか青い FC があったの、まあそれはそれでまたねお気に入りで結構遊んでたんですけど、まあドリフトなんかしてね走り回してたんだけど、ちょっとねちょっと壊れちゃったんだよ、んーで壊れちゃったからさね、そういう悲しいことがあったのよ。だからこの FC 見てたのになんか悲しいなってその思い出してですね。ね、でもこれはこれなかなかかっこいい感じに仕上がってて見事に、これは見事だね。イニシャル D の世界観を見事に出してるよね。でそれでこうお堀なんかもそのとあのなってるし、こういうの望んでんですよ。だからなんて言うんですかね、その通常のトミカもいいし、まあ、通常のあのトミカのホイールがいいって言ってる人いるんだけど、あれがあるからトミカじゃないですかって言ってる人もいるんだけど、私はどうもあの通常のトミカのあのホイールってのはどうも私には合わないんですよね、あれ。だからだったらもうこういうようなさ何ホイールを履いてさ、もう純正のホイールでもいいし、社外品の BBS とかさそういうホイールだっていいんですよ。だからこういうようなホイールを履いた方がかっこいいぜと思うんだけどさ、通常のトミカのあのホイールは何なんだっていう、私そこが唯一ね合わないんですよね。だけどこれはいいよ、ほらね、ホイールもそのかっこいいホイール履いてるでしょね、ちゃんと見事に再現されてる、これいいですね。でこういうふうにほらね、ちゃんと英語のね部分もちゃんと書いてあるし、非常にいいよね。こういうふうに後ろのねところも見事に再現されてるでしょ。でここの部分もねあれですね、ちゃんとにこうね再現されてますね。いい仕上がりになってるじゃないですかね。前はあれだったですからね、なんと前はさ通常版で昔出てた時はさ、ちょっとこう塗った感じだったんですよね。でもこれはちゃんと別パーツじゃないかと思うんですけど、まあ、それで作り上げてるっていうなかなか素晴らしいですよね。いやーいいねこれ。実際にねこういう色あるんですかって、実写もこういう色あるんだよ、あるんですよ。でねこれがなかなかかっこいいんだよ。でこれが出てきて最終 CM でこれが出てきた時のうわかっこよさって、まあそれはそれでまた別でね語ろうかなと思いますけど、なかなかいいよ。でこのライトがパカッとこう開いてるでしょ、このライトが開くのがまたかっこいいんだ。でこれの場合だとねこのライトがパカッと開くやつの方がいいんですよ。なぜかって言ったらね、ここのライトのこれがあるでしょ、でそのライトがパカッと開くことによってさ車幅感覚ね、それがわかるんですよ。こういうタイプで車ってさスポーツカーだから、まあ、当たり前の話だけどこう、まあ、地べたらハイスクラッターような感じになるわけですよ。だからもう
まあ身長が高い人だったらいいけど、背の低い人だったらちょっともう完全にもうハンドルが顔が隠れるみたいな形になっちゃうから、そうすると前が非常に見えにくくなっちゃうわけね。で座布団とかそういうのに敷かないと前が見えにくいわけですよ。だからその時にその何こういうのがあるとしゃがばの感覚が分かるわけよ、こういうライトがあると。だから非常に助かるんだよね。今さうるさくなったんだよね、こういう時代と比べると。今うるさくなってさ、そのライトをつけるのダメとか言い出すんだよね。こういうライトがビーンって開くのはダメだって。なんでダメになったかって言ったら、事故を起こした時にこれがビーンって開いた時の大怪我するからって。いやそれはこのこういう車を作ってる時点でもうそういうことを予測はしていただろうと思うんですけどもね、最初はいいよって言って後になってダメだとかってね、うるさくなったもんですよ。でそれで、そういううるさくなったからね、あれなんですよね。だから今こういう何リトラブルライトってのはね作れなくなっちゃったんですよ。残念ですね。昔はこれでなんと作ってた時代があって本当に良かったんですけどね。本当っていうか、まあマジでいい車ですよ。はい、というわけでね、どうもありがとうございました。